41型フリゲートは、イギリスで開発されたフリゲートの設計。イギリス海軍では、レパード級フリゲートとして収益し、また、インド海軍でもブラマプトラ級フリゲートとして3隻が運用された。1944年12月、グドール増艦局長は、新型スループの必要性に関する検討に着手し、計画課長は、1945年度計画より、 毎年2隻の建造を要求した。これらのスループは、平時には海外領土警備に、戦時には戦乱護衛などに投入される計画であった。1945年1月15日、対戦戦課長は、当時収益しつつあった米級トロック級と同様に、防空護衛艦と対戦護衛艦の2つのバリエーションに基づく建造を提案した。またその後、 さらに三つ目のバリエーションとして、航空管制艦が追加された。1945年1月末の時点での参謀部の要求事項では、ドック入り後6ヶ月経過し、かつ、満載状態で25ノットの速力を発揮し、また18ノットであれば4500回離を巡航できることとされていた。この要請を満たすためには万 5, から万馬力のが必要と見積もられたが、 まもなく、防空型はこれより、やや鈍速になるであろうことが明らかになった。また、航空管制艦は当初は単に防空護衛艦に異なる艦種符号を与えただけのものとされていたが、1945年8月には、小型巡洋艦並みの航空艦制室を備えるように要請されたことから、設計面ではかなり異なるものとなった。なお、 新型の対戦戦関係の要請が強まったことから、1945年4月、戦術、爆僚業務課長は、艦隊護衛艦としての任務も想定して、これらのスループをフリーゲートに種別変更することを発表した。これに基づいて、防空護衛艦として建造されたのが本型である。当初は1945年度計画より、対戦艦ともに建造を開始する予定だったが、 建造数削減と対戦艦の建造優先、さらに設計遅延もあり、実際の建造は1955、6年度、計画まで遅れることになった。なお、この際に、航空管制艦として建造されたのが61型であった。スループと称されていた当初、量産性を考慮して、基準排水量は1400トン以内に収めるよう、要請されていた。しかし、 対空火力強化の必要上、特に A、A 型たる本型では、その制限を守ることは不可能であり、1946年2月の時点で、すでに基準排水量は1632トンまで大型化していて、1947年12月には基準排水量1773トン、1950年8月にはさらに1835トンとなっていた。 船系としては朝鮮首労型が採択された。この船体で蒸気の要求性能を満足し得る主機関として当時直ちに利用できる選択肢はディーゼルエンジンのみであった。これは潜水艦用の高速ディーゼルエンジンをもとに発展させたもので1947年により詳細設計に入り1949年に試作品が完成した。 気筒あたり 125bhp で16気筒で 2000bhp を発揮することができた。最終的にこのアドミラルティクロスレイ ASR-1 ディーゼルエンジン発揮で2機の推進機を駆動する方式が採用された。しかし、それでもなお出力不足であり、1947年3月には A、A 型及び A、D 型の最大速力は23ノットに妥協されている。 初期建て造艦では3 6 0ットのディーゼル発電機4機が搭載されたが、この構成では将来発展余地がほとんど存在しなかった。このことから1952年1月以降に建造された艦ではディーゼル発電機のうち1機が6 0 0ットのガスタービン発電機に変更された。レーダーとしては当初は対戦中の構成の改良型として、 早期警戒用の291型レーダーと目標補足用の293級型レーダーが計画されていた。1954年2月の設計変更により2機のマーク9ボフォース単装機銃とバーターで291型レーダーは960型レーダーに変更された。また収益後の1962年から1966年にかけて 960型レーダーはさらに965型レーダーへ、また293級型レーダーについても993型レーダーへの、感想が行われた。艦砲は、デアリング級やホイット B 級の構成が踏襲され、45合計 114mm 連装砲と、275型レーダーを、備えた、マーク 6M 砲位板を連接して搭載した。 しかしこの対空砲システムでは1962年以降の軽空脅威には対抗困難と考えられるようになり、これが1956、7年度計画での本型の建造中止の原因となった。また、近接防空用としては、スターグ 40mm 連装機銃を1機と 40mm 単装機銃を2機、備えており、262型レーダーによる、 レーダー管制射撃が可能であった。なお、1945年当時の計画では、弁短距離艦対空ミサイルの搭載が検討されていたが、これは開発自体が放棄された。また、後には、シーキャットの搭載も検討されたが、こちらも実現しなかった。ソナーは、捜索用としてはやや旧式の174型ソナー。 および着底潜水艦対策として162型ソナー、攻撃用としては170型ソナーを搭載した。対戦兵器としては一連のスキット、対戦迫撃砲を備えていた。インド向けの一番艦はもともと、レパード級フリゲートの5番艦、パンサーとして発注されたが、予算削減の煽りでキャンセルされ、1953年、インドへ移管された。 収益期間の後期には、後部 114mm 連想法を撤去、後に実習引用コードを搭載し、練習管任務についていた。ありがとうございます。